日本四国地方徳島県徳島市伊東地区伊東ネギの畑伊東地区は徳島県徳島市の中心部より東部に位置する地区の一つ。地区に属している地域は福島、新南福島、大和町、畑、住吉、上東町であり、末広い町目二番の一部地域も伊東地区に属している。江戸時代から都市化が進んだ地域であり、 住吉には、武家屋敷、福島、畑、大和町、上東町には、阿波水郡の本拠地が置かれた。広い道路沿いには、スーパーや商店が立ち並ぶ他は、住宅街となっている。大学生向けのアパートが多い。また、福島、畑には、木工業の事業所も多い。伊藤ネギは、伊藤地区で栽培されている、青ネギのことで、主に、 沖の巣や金沢で栽培されている。阪神市場に出荷されており、他県の青ネギに比べると非常に高い値で、売られている昭和21年によって、地盤沈下となった、伊藤地区のほとんどが砂地となった。地震の被害をきっかけに、青ネギの栽培が始まった。その後、本格的に、伊藤ネギが、ブランド化していき、現在では、 全国的に有名な青ネギとして知られている。伊東地区の福島、畑、山都町一帯で古くから盛んであり、徳島市を代表する産業の一つである。ただし、近年では、近くの沖ノ巣地区や木材団地のある津田地区などの新しい工業地区に移転する企業も多い。小規模な事業所が多いのが特徴である。主な製造品木工業のルーツは、 江戸時代に遡る。徳島半領内で採れる豊富で良質な林産資源と当時徳島が全国でも有数の城下町として発展していたことを背景として家具や仏壇の生産が発達した。木材は河川を利用して運ばれたため水の都である徳島は材料調達の面でも恵まれていた。特に福島、あ川、阿波水軍の拠点であり、 そこに住まう船大工の副業として木工品製造が盛んになり明治維新後には職を失った士族の船大工が多く機候業に参入して規模を拡大し古くから交流の深く距離的にも近い大阪への移出を伸ばし全国でも有数の家具の産地となったこの頃京大の基本工程は徳島で行い仕上げを大阪で行う あるいはその逆といった徳島、大阪間でのノックダウン生産のようなことも行われていた。大正時代には大阪から東木仏壇の技術が伝わり、既存の仏壇製造技術と相まって全国一の産地へ成長した。1937年には徳島市立工芸青年学校が開校し、木工技術者の育成にも力が入れられた。 戦後の高度経済成長期には、住宅需要の高まりを背景に、大きな発展を見せた。この頃から、需要の増大で、市街地の工場が手狭になり始め、市街地を流れる河川での貯木が禁止になったため、製材業者の多くが津田地区に移転したこと、騒音や振動といった問題も起こってきたことから、沖の巣などの新しい工業地に移転する事業者も出てきた。 近年は、家具需要の低迷や、輸入家具の増加などで、木工業の規模は、縮小傾向である。しかし、現在でも多くの製造業者や、卸、小売業者が市内に集まっている。近年では、ライフスタイルの変化に合わせた新しい家具生産や、あわわしなどた伝統産業とのコラボレーション、油産箱といったの徳島の伝統木工品の、 復活が行われるようになっている。福島には徳島市立木工会館が置かれ、定期的に即売、展示会も行われている。地区内には一級河川である吉野川の支流が入り乱れるように流れており、伊北地区とともに河川の多い地域として有名である。ありがとうございます。